あ、そう、あのね、前回詰まって終わっちゃったでしょ。あれからカモちゃんが考えたんだよ。実はね。そう、電源切ってからも実はちょっと考えていて、あれ？って思って。結局行けるところはこっちしかないんですよ。ああ、なるほどね。今、すげえカメラ動かしづらいけど、ちょっと すげえカメラ動かしづらい。ちょっと待った。ここ、止まれ、止まれ。よしと。これなんかすごく高く見えるけど、これそんな高くないよね。あ、やっぱそうだわ。ギリギリ。ああ、ギリギリいけるね。いや、この上に一個箱があったんだよ。あの箱何なのかなって思って。こんなとこ落としても意味ないよねって思ったんだけど。意味あるな、これは。やっぱそうだわ。じゃあ、その直感が正しいかどうかやってみましょう。確かこの辺りにね、箱があったんだよね、箱が。あったあったあった、ほら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 。ね、絶対そうだよ、これだわ。で、前回このあの箱を落とすは落としたんだよ。なんだろうねっつって。ただ使わなかっただけで。ここでほら、音素はあそこにいるでしょ？呼んでみよう。音素は来た。また嫌でーすっていうのかと思った。ちゃんと来たね。ほんで、ここ階段があるから、ここなら音素はを上に連れていけるんだよ。今までさ、あ、ちょっと待って。あ、ごめん。もう一回。もう一回。あ、もう一回。もう一回。もう一回。そう。よし。ほんでさ、放送は？早く来いで。ほら、早く来いって、放送は。なんか警戒してるな、放送が。こっち来ない。オンソワが警戒してんな。そうそう、こっち来い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 。こっち来い、こっち来い。かかったな、オンソワ。下から、オンソワの下から登る。なんか順番が違うなと思ったんで。階段は音叢の下から登るのが多分紳士のマナーなのかなと思った次第ですよ。すごい音叢が警戒してたけどね。やたら順番を警戒してたけど。はい、その警戒通りのことになりました。そう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 。ほんで、音叢がこっち来る手段がなかったから、今までね、このイコ一人で来てて、結果、音叢が遠いところでさらわれてたんですけど、これなら大丈夫だね。あ、そう。あれれれれれれ、音叢は。音叢は？ぽいって。
さて、結構あれだね。こっからは、未知のゾーンかな？なんだこれ。これ押せるかな？押せもしないか。これなんだろう。あ、なんか確かパイプ的なところを伝ってる最中に音そばが遠くでさらわれて終わった気がするな。そうだわ。これだ、これ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 。さあ、こっからは、前回の放送ここまでだったんで、こっからは、未知のゾーンですね。よし、やってこう。てい、あー違う、もう違うよー。なんかあれだな。確か前回の放送もあそこのフリーフォールで落下死して死んだよ。落下死して終わったような気がするな。気のせいでなければ。確か同じ死に方をしたような気がする。そんで、あーっつってやめた気がする。ジャンプは罰じゃない。ジャンプは罰じゃない。ほら、この高さから落ちたら死ぬって。ジャンプは三角。さあ、もういいぞ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 。おい！あ、びっくりした！はい。ジャンプじゃないのね。ここはそのまま行けばいいのね。いや、びっくりした。よしよしよし。あ、音速は下にいる。ここは降りて大丈夫だよね。よし。よし。あ、怖いよ。怖い。いや、ちょっと待ってって。ここを取ればいいじゃん。何をそんなにさ、もったいぶるの？そうだよ、そうだよ。あれ？あっち側にも階段、はしごがあるな。あ、なんだ、なんかあるな。これは？ちょっ。ん？なんか出た。ちょっと待って、この階段って何？途中までしかないよね。音速は呼べる？呼べないね、この高さじゃ。何なんだ、この階段。じゃあ、こっちも行ってみよう。おいっと！おー、違うよ！これだよ、これ。これを掴めばいいじゃん。何もないけど、みたいなジャンプするけどさ。あるよ、ここに。なんか、意図的に掴まないよね、こいつは。こいつ、これ、あ、ここ？もっと手前ってこと？ここ？怖いなぁ。え？ちょっと待ってよ。これ掴めるでしょ？高さ同じだよね。こっちは掴むもんね。これは？掴めよ。掴めよ、これ。あ、掴んだ。たく、掴めないのかと思った。おや？これ多分あっちに行けってことだろうな。うん。あっち側行ける？ブラブラしてあっち側行ける？いや、怖いな、これ。なんかあそこ。
なんかさっきのスイッチで、あったそこ、なんか、ビーン、ビーンってなるんだけど、あれなんだろうな。あそこに行った方がいいのかな。こっから先はもうダメだよね。怖いよね。落ちそう。でもかといってここもボタン操作間違えるともう一発死なんだよ。いや、これ怖いな。ブランブランしていけないもんな。怖っ。ジャンプするよ。これジャンプ失敗したら終わりだぞ。あれ？ジャンプしない？罰は落ちたら死ぬもんな。怖いんだけど。これはもうないのね。ないのね。怖っ！あ！怖っ！ダメだ！一回戻るか。ここで死んだらちょっと大変なことになるから、一回あのビーンってするとこ行ってみよう。この途中までの階段でさ。怖っ。怖い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 。よし。まあ、そわ。あれ？これって？来たとこ？違うね。こっちにもなんかあんじゃん。これはなんだろう。先にこの出るところ見てみよう。お！なにこれ？これでジャンプするってこと？うわ、すごいすごいすごい。え？どうしたらいいんだろう。なんかあんのかな。うわ！なんだよ！すげえ！奇跡のジャンプ。何のタイミングが良かったんか知らんけど。いきなりここにたどり着いたぞ。でもタイミングシビアすぎない？ここに乗っかるってわかんないしさ。あれ何回か失敗してたら、これじゃないよなって絶対思うよ。いやー、イコは不親切だわ。かまちゃんね、難しいのは、いいんですよ。難しい謎解きは。ただね、不親切なのはね、なんか、やだな。イコはそういう、アンフェアなところがすごくあると思いますよ。わーい、なんかなんかされちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って。まだ何も調べてない。まだ何も始まっちゃいない。よっ、待って待って、危ないとこだった。危ないとこだった。絶対あれ、あそこに。またあの滝んとこ戻される感じだったでしょ？あぶな！リズム感のなさ。そういう問題かな？うわあ、また怒った！なんだよ、これ！え？あっちに戻りたいけど戻れない。うわー、何を、あ、これ、あ、これであっちに戻ればいいってわけか。ちょっと待って。そうだよね、こっち側にいつも上がってくるけど、あっち側に出ればいいんだもんね。なんなんだこのあれ。ほら、こうやって戻ればいいって話。なんかまた箱があるね。これも落としとくんかな。何これ？どうですかこれ？
見つけましたよ、かまちゃんは、ちゃんと。まあ、普通の人はこれ見逃すでしょうね。でも、かまちゃんは見つけました。どうですか？どうですか？さあ、まあ要はアンフェアでさえなければカマちゃんいくらだってできるんですよ。なんだろうこの箱、音叉はこっちに来たけど、流しちゃっていいのかな。またやり直しとかやだな。水車ね、なんかやたら攻撃的な水車だな。あんなにトゲつけるこんなにこんなにサディスティックな水車ある？これカゲロウとかに出てくる水車でしょねえ。だってこれ水ろくにこれ流さないよね、回さないよね。水受けるとこがないじゃん。これ完全に趣味の水車でしょ。ここに降りると自動的に流されちゃうの ね。一体これどこで水受けてんだろう。あ、掴んだ。あ、すげえ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 、なんか乗れそうだなとは思ったんだよ。今ラストでちょっとやってみようって思ったらまんまと掴んだね。どうですか。まあこれぐらいヒントを出してくれたらかまちゃんは解いてやりますよ謎を。これは何？これは何？お、お、水門が閉まった。このサディスティックな水車が止まりました。危ないとこ着地したね。あと一歩間違ったらうわーってなってるとこだったと思うよ。この箱は何かな。流しとかなくてよかった。流しといた方がいいんじゃないのこれ。落とした。本当は？いや、よかったよかった。ここはスムーズにいったね。本当は？本当は？本当は？これ滝のあったとこでしょ？多分ね。ああ、はい。箱もある。あ、やった、セーブできるか？あ、セーブできる。よしよし。もうここ嫌だった。もうセーブして、もうやり直しがないようにしたい。
あ、そんで下を開ければいいのか。いやー難しかった、ここ。超難しかったわ。